今ですね、フィンランドの首都のヘルシンキにいます。で、今ですね、だいたい10時、夜ですね、夜の10時30分ぐらいなんですけど、まだこの明るさですね。基本的に北欧、まあ他の国もそうなんですね、欧州、5月以降ですね、結構日が伸びてですね、まあロンドンなんかでも暗くなるのって10時ぐらいですね、あ、9時ぐらいかな。で、スウェーデンに関しては多分10時ぐらいで、フィンランドはもっともっと暗くなるのが遅いですね。びっくりしました。で、今いるところがね、このストックホルムの、あ、ストックじゃない、フィンランドのね、中央の駅の近くです。で、このようにね、商業施設があるんですけど、この中にレストランとかバーとかがね、入ってる感じです。 M バーっていうね、インターネットが使えるカフェがあるんですけど、まあそこで、自分ちょっとインターネット使ってきたんですけどね。ソコスっていう、まあ、ホテルがあるんです。結構高級なホテルなんですけどね。本当にこれが10時半、夜の10時半と思えないぐらいですね。日照時間が本当にもう完璧に今の時期でも暗くならないですね。うっすら明るくなってます。日は沈ん、太陽は沈んでも、要するにちょっと明るさが残ってるって感じですね、今の時期に関しては。北欧の方に行ったらまたその、白夜ということでね、本当に日が、太陽が夜でも上がってるっていう状態が続くんですけどね。